昭和36年4月14日から28日までの15日間、東本願寺では宗祖親鸞聖人の700回御延喜法要が厳守されました。明治44年4月、650回の御法要が営まれてからここに50年。その間、世界は大きく変貌し、宗門もまた近代化への歩みを着々と進めてきました。昭和26年7月、御延喜を10年後に控えて発示された御教書では、念仏の凶暴が大戦後の混迷動乱の世界人類に真の自由と平和をもたらしめる唯一の道であることを明らかにされました。そしてこの凶暴を内外に広く兼用して祖徳に応え奉ることが御延喜の意義であることを明示されたのであります。ついで、御法要5年前の昭和31年には3月に御消息が発布され、これに呼応して4月には宮谷内局によって宗門白書が出され、宗門の歴史的反省と現状の分析から御延喜を荘園として宗門が真に現代の人類社会を担うべき教団となることを目標としたのでありました。こうしてその年、御延喜を待ち受け5カ年を通じての総計画並びに総予算案が組まれ、宗門は挙げて御延喜法集の実動を始めたのであります。お待ち受け5カ年間の宗門挙げての活動につきましては、ここに多くを語る暇はありませんが、幾多の災害や紆余曲折を経て、いよいよ御延喜の前年を迎え、昭和35年8月に御延喜法集の決意と喜びを披歴された御教書が発せられて、宗門のあらゆる体制がいよいよ御延喜一色に塗りつぶされたのであります。このレコードは15日間の御法要を通じて、法要、儀式、行事、講演など並びに布教、報道関係、その他について編集し、音の記録として当時の模様を長く後世に残そうとするものであります。昭和36年4月16日、京都放送を通じて親鸞聖人の念仏の実りが現代に生きている意義と、御延喜を奉集することの意義とを広く日本全国に宣明されました大谷校長保守大家のお声の一部を聞いていただきます。皆様おはようございます。今朝は鎌倉時代に浄土真宗を開いて日本仏教の上に新しい革命をもたらされた親鸞聖人の教えが現代人の生活に何を与えるかということについてお話しいたしたいと思います。東本願寺では宗祖親鸞聖人の700回大延喜を4月14日から28日まで百万同胞の皆さんと共に厳守いたすことになりまして、いよいよあらゆる機関を通じて真実の教えが皆様に届くよう念じておる次第であります。今日ほど人間の救いが
求められている時はありません。何かの形で今日の人々は真実の救いを求めておられるのでありましょう。それは現代になって急速に文化が進展し、ことに戦後の進展は全く日に日に進んでおります。ところがその科学の進展や文化の向上とは逆に、人間危機ということが深刻な現代の問題として取り上げられているのはどういうことでありましょうか。事実、人間の文化は人間生活の環境を広げ、満たして明るくすることができましたが、一人一人の人間そのものの解決ということになると一向に役立っていないと言ってよいのではないでしょうか。生きておる人間の問題には科学も文化も真の光を当てることはできないのであります。人生のことはこうである、ああであると予定していましても、何時どんなふうに変わっていくかもわからないのであります。この方が良い、この方が悪いと決めてかかることも本当はできるかどうか怪しいものであります。第一部、権行編。15日間にわたるご法要の権行につきましては、全国から約20万の団体参拝者を必ず一座のご法要に参拝せしめることを原則として考慮され、日中法要あるいは大夜法要を二座に分けて、それぞれ第一日中、第二日中あるいは第一大夜、第二大夜とし、毎日尋常以外に三座の法要権行が務められたのであります。また毎座ごとに権行中あるいは権行後に参拝者全員による昇進下の同房唱和が行われ、深い感動を呼び起こしました。なお毎座権行終了後、発主大家または発主殿から参詣者に対してお言葉があり、その後道内全員によって音読賛が斉唱されました。本堂および大師堂尋常、第一日中、第二日中、第一大夜、第二大夜、結願第二日中の順にその一部を収録いたします。Oh.
you
Come on.
第二部儀式編。15日間のご法要中には数々の儀式が行われましたが、ここには演技、定義、舞楽、発祝代歌並びに発祝殿のお言葉、道内全員による音読賛聖唱、御満座のお礼、御満足のご神教、相続の宝刀並びに式能など主なる儀式の一部を録音いたしました。このほか収録はできませんが、儀式として裏千家総称千宗室、若総称千宗公領主による愚茶の儀、池の坊家元、池の坊千英氏による狂下の儀などがありました。演技は4月15日、21日、27日の3回、定義は22日と28日の2回の予定のところ、22日は雨天のため、定義の列次第のまま演技に変更され、その他の日は毎日功労歌列が行われました。また、舞楽は大阪画寮会と名古屋楽部会の会員合計130人の人たちによって演奏されました。特に22日と28日には吻行中法要舞楽が務められました。発祝代歌並びに発祝殿のお言葉は毎座吻行終了後、出資の総行および満堂の参詣者に対して交代でお話になり、それが終わって全員の聖唱で高らかに音読賛が歌われました。ご法要の終わった翌日4月29日には尋常吻行のあと御満足の御神教があり、続いて相続の代表による宝刀が行われ、引き続いて午前9時から午後5時まで能舞台において式能が催されましたが、これには門徒評議員の中西小一氏が式能奉行を務め、金剛、宝生、関税、北、金春の各宗家の代表が奉仕され、特に芸術院会員、時善麻呂氏の老作になる新作能、新蘭が上演されて、約1500人の参観者に感銘を与えました。それではまず、演技の模様から聞いてみましょう。演技、4月22日。その後からまた、師匠を先頭に担い太鼓、担い将魂、これを後ろに楽奏の一方が舞楽を奏される方々の一方が三振していかれました。ちょうどただいまマイクの前を俗に担い太鼓と申しまして、二人の方に担われました大きな太鼓がただいまマイクの前を通過していきます。その後ろから これは担い将魂と申します。これも舞楽の時に使われます楽器でありますが、打楽器でありますが、この担い将魂、やはり二人の人がそれを担ぎまして、ただいまマイクの前を通過してまいります。その後ろから、一三の責任を担っておられます。しかもこの度の御演休責任者として非常に苦労されました宮谷俊総長、
大変な三振であり、道場を従えての三振であります。道寺と申しましたが、実は菩薩でありました。その後ろから、8人、10人の菩薩、その後ろに地盤道といいまして、盤を持った、道寺が2人、田山マイクの前を保守大家ご三振でございます。定義4月28日学が始まりました。ただいまから、再び参道列が組まれまして、悪者を後に大指導に向かって参進されるはずでございます。内陣出資の僧侶の方々が先発されまして、これから大師堂に向かっての悪者殿からの参道列が始まるわけでございます。続々と主題歌の前に挨拶をしながら大師堂に向かって大臣出資の方々が出発されております。続いて羽をつけました、これを花稜瓶胡蝶と申しますが、無学の花稜瓶胡蝶という舞がございますが、その衣装を小さな子供がつけております。その花稜瓶胡蝶がただいま出発いたしました。さらにそれに続いて、舞人が、その後に続いてまいります。大家のお姿を見ようという参拝の方々の前におられます新聞記者の方々をどいてくれというような要求をしておられますが、非常に本日は、全く境内を、ありの入れる間もないという群山でございまして、お天気に恵まれまして、最後の御満座ように、盛大に、務まっております。武学花稜瓶保守大家のお言葉。かねて百万の道後閣議とともどもにお待ち申してきました秀祖上人の七百回御縁起をお迎えして、ここに厳かに法要を営み、愛ともに
所得三号の誠を捧げることができますことは、我が生涯の最も大きな感激であり、喜び、これに優るものはありません。全国各地はもとより、遠く海外からはるばると参詣をいたされました皆さん一人一人の胸にも、遠く祝宴を喜ばれていることとお察しするところであります。思えば秀祖上人九十何のご生涯は、全く私たちの真の救いを明らかにするために捧げ尽くされたことであります。教行信証門類をはじめとして、そのあまたのご著述やお道行に当てられたご消息の一語一文字の端々に至るまで、本願の真実を会見するためのご苦労が満ち溢れているとことを拝するたびに、そのご苦労のほどをいただかずにはおられないのであります。前事式に負うことも押し売ることもまたかたし、よく聞くこともまたければ信ずることもなおかたしと、噂に仰せになっていることが、そのままありがたくして今負うことを得、気がたくしてすでに聞くことを得たりという喜びにつながっておるのであります。骨子伝のお言葉。誠に真宗七百年の歴史が、秀祖上人の九十年のご苦労によって形作られてまいったことは無論でありますが、そのご入滅によって実は始まったとも言い得ることであります。ちょうど仏教の歴史が百尊の五涅槃をもって、さらに百尊を超えた大乗の歴史として展開してまいりましたごとくに、この秀祖上人のご法要を一つの大きなる荘園として、さらにこの今日の教団を超え、国境を超えて世界中の人々の教団として、広く深く大きく広がってまいるべきだと痛感せしめられるのであります。そこにご本願に誓われましたように、諸仏の教名教上の声を必ずや聞くことであり、たとえあるいは疑いが、あるいは諸子がそこに起こってこようとも、辛抱ともに縁となるとお諭しいただきましたように、その順縁が、あるいは逆縁が、さらにこの念仏の道をいよいよ明らかにしてまいることと信じて疑わぬのであります。15日間の大法要が盛大に、しかも滞りなく終了した4月28日、万座権行のあと、出資の全僧侶が白書院に整列し、保守大家の前で、御満座のお礼を述べる宮谷法眼宗務総長の声です。
15日間にわたるご法要が滞りなくごまんざに及ばし、教育通信を伝え、ごまんざのお礼。滞りなく。皆さん、毎日ご苦労です。皆さん、どうもありがとうございました。ご法要終了の翌日、4月29日、尋常勤行の後、大師堂においてご満足のご心境がありました。全国各地より、また遠く海外からも、多数音頭坊の参詣を迎えて、中祖上人、七百回ご縁起法要を厳かに厳守できたことは、生涯の大きな喜びであります。これ、ひとえに中祖上人のご遺徳と、音頭坊の本年の力しむるところと、誠にありがたく思うことであります。今やこの法要の正義を結ぶにあたり、中祖上人の本願念仏の道がいかに時代の民衆から大きな期待を寄せられておるかということを目の当たりに感じ、この念仏の御教えをいよいよ実生活の中に正しく聞き開き、動乱やむことなき時代に、人間の来すべき道として明らかにしていくことが、この世紀の法縁に相得た我々の重い責務であることを改めて知らされたことは、誠に尊い極みであります。国号の催すところ、混迷を重ね、無常天変に苦悩するこの社会に、時代の国安を破って、世の光となる如来の凶暴を検証することこそ、一人念仏の教団に課せられた重大な使命であります。ご心境に引き続いて相続代表の宝刀の字がありましたが、僧侶代表は衆議会議長金村健三氏、門信徒代表は門徒評議員近藤房吉氏であります。それでは宝刀の字、最初は金村健三氏。待望の中祖上人700回ご縁起は、幸いに良き天候に恵まれまして、国内は言うに及ばず、遠く海外より参集いたしました。104万にわたる分散のもとに、連日厳かに、いとも盛大にお住まりになりまして、御門跡大家をはじめ、御裏方様、神門様、御一門の方々が、長々のお疲れもなく、ご機嫌うるわしく、ただいまご満足のお言葉を拝しまして、我々門末一度衷心より深くお喜び申し上げる次第であります。今や
注文は待望のご延期が終わりましたとはいえ、いよいよここに我々集団人は心を新たにいたしまして、注文の失着一年からの新発足にあたりまして、いよいよ集団の一大躍進のために、和中協力うちに同心を誓い、ただいまご心境のお言葉にありましたがごとく、承認によって示された本願五つの大道は世界の全人類に交尾せしめるよう努力邁進することはお誓い申し上げて、報道の言葉といたします。報道の字、近藤房吉氏。ただいま発州大家のご心境をこの耳に聞き、この胸に響かせていただき、拝聴いたしました。思えば終祖承認七百回ご延期に相がたくして大事を得、我らの魅力を捧げて報酬し立てまつったことでありますが、文字通り全国各地は優に及ばず、遠く海外より参詣せられ、差物大師像を座元に埋め尽くし、どうも昭和の声は世界に響けと高らかに力強く唱え上げられました。感激の至りであります。信仰の燃え立つこの増毛の力を結集して、いよいよ年の御心に沿い立てまつり、決意を新たにして増毛強奪の実を挙げ、かつまた混乱せぬ社会の灯火として粉骨再進せんとするものであります。今日今七百一年の第一歩を踏み出す朝、全門とも代表して中心を開きし、ご心境に応え立ちまくる次第であります。門と代表近藤房吉。4月29日午前9時から午後5時まで、能舞台では式能が盛大に催されました。